その物を取るときにどういうふうに自分たちが節度を守っていくかっていうことはすごく大事な課題で、でこれと特にその江戸時代のは都市ができますので、しかも川のほとりに都市ができますので、山の木を切りすぎると洪水が起きるんですよ。それで江戸幕府もそれから各藩もそうなんですけれども、17世紀頃には随分たびたび長寿木っていうそのこの木は切るなっていう、その木を指定して、切らない木を決めるとか、それからこの山の木を切るのはやめましょうとか、そうやってそのコントロールするようになったんですね。だからそういうような自然観っていうんでしょうかね、その自然というのはその貪欲になると戻ってこないっていう、考えてみると当たり前のことなんですけど、それはでもアフガニスタンでもまだまだちゃんとそういう考え方ってしっかりあるんじゃないでしょうか。自然というのは人間がコントロールできるものではないという考え方が根底にあって、まあ取水にしましても、洪水が来ると流れてしまうような堰を作ったりするね。それは洪水が入らないように。なるほど。で、人間の取り分を欲張らないという意味ではですね、共通するものがあるかもしれないね。用水路を完成させた今、中村さんは新たな課題を抱えています。水路は絶えず補修をしなければやがて枯れ、無用の長物と化します。この先いつまでここにいられるかわからない。自分が去った後、水路の維持管理を誰に託すのか。支援を一時的なものでなく永続的なものにする方法を中村さんは模索していました。この20キロにわたる用水路の維持というのは容易ではないんで、絶えず、改修補修を繰り返してやっと完成していくわけですね。でそれも気候変動、それから集中豪雨、なんかでしょっちゅうメンテナンスが必要なわけで、おそらく数十年単位でケアしないと保全できないという事実があるわけですね。でおそらく今の政府では難しいだろうということ。その解決策として中村さんは新しい村を作ることを思い立ちました。建設予定地は最下流に広がるガンベリー砂漠。アフガニスタンの慣習法では未開の土地は最初に耕した者が使用することができるとされています。計画では村の面積はおよそ200ヘクタール。砂漠を開墾し耕地にします。そこに80家族1000人ほどの農民を定住させる予定です。村の設計図はありません。中村さんは現地で一人一人に対し作りたいものを指示していきます。村には試験農場が作られ、現地に適した作物の研究が始まっていました。
ジャパニワラをチェーナワラ。チャイナワラ。どうやらカミヤブで。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 マズブトワラタクミヤジャパニワラで。カミヤブで。マズブティ。マズブトムで。ホーグムで。ジャトムペダギ。カミヤブトホームサワンサンギジャパニワラで。はあ。だからゴルケディかな。ヤホヤゴルケディ。おっさ、あわるタイムで、だキスミキスもあちゃうから、オーゴルオーゴル。その水を利用して作れるものは作ろうということなんですね。それは単に食べ物だけじゃなくて、衣食住に必要な果汁、蜂蜜、野菜はもちろん、家の建材、それから薪、すべてここで生産できる。で、綿も植えられます。水路そのものがこの目的のためといいますか、やっぱり農業が栄えるために持ってきたわけですから、まあ、これが最終ゴールに近くなったということなんでしょうね。中村さんは新しい村にもう一つの役割を担ってもらおうとしています。入植を予定しているヤール・モハマドさん、用水路の着工の時から中村さんの元で働いてきました。ジャカモコとして熟練した腕を持つヤールさんは農民たちをまとめるリーダーの一人です。中村さんは治水の技術を習得した農民たちをこの村に定住させ、水路を維持してもらおうと考えているのです。ノデルタパクパラスパネズマンがオブラレシドリドパクパラスンパティジョルクリディノチドルタグレシマダガドパトナバーシルワクルズマゴアムキギホセミンキギドバチョミンギザラキギガナムコータラジーサブジムコータラジーベルコーデバラケマクパラムデルフィキルカウゼデルデタレワーレムカナ。用水路と運命を共にする村。中村さんは水路建設で苦楽を共にした農民たちに未来を託そうとしています。今できている用水路の最後のところに村を作るっていう話があるっていうことを伺ったんですが、はい、水路の末端にこの集落と村を作って農耕生活ができるようにしますと、その村を維持するためには水路全体の 25.5km を保全しないと彼ら自身は食えないわけなんですから、そういう意味でもですね、その水路全体を管理できる技術的にも、それから過去ずっと一緒に働いてきたんで、そういう人たちだというのはみんな認識してるんで、一つの、特殊な使命を帯びた村になるんじゃないかと。あの水路って私も難しいなと思うのは、どうしても手入れが必要になりますよね、ですからもし放っておいたらいつかはなくなってしまう、壊れたり枯れたりしてしまう、だけれどもいつもその人が手を入れて使っていれば、それは永遠に続くかもしれないわけで、そうするとやっぱりそこに人が住み着いてる必要ってありますね。で、今年はとりあえずですね、200兆部のうち22兆部が、耕作農業ができるような状態になって、そこに今、水稲から豆類、それから
冬は小麦ですね、菜種、まあ、そういうのが今植えられるような状態にはなりつつあります。そこまで来ていると、うん、その水稲稲ですよね、それは私ちょっと驚いてしまうんですが、水田ができるっていうことですか。水田がもうできてる、砂漠に水田が出現してるんですね、昨日までこの武器を向き合わせてた 人たちが一緒になって田んぼを作ってるんですよ、でああいう姿を見るとですね、非常に健全な、みんな一緒に生きてるんだなというのを感じますよね、そうして少しずつ開墾地が広がるにつれて、一つの共同体といいますか、ができていくんじゃなかろうかなと思いますけどね、でおそらくその江戸時代の村もアフガニスタンの村もとにかく明日どうやって生き延びようかと、でそのために今日何を決めるか、何をするか、それぞれの責任が何なのかっていうことを考えていくんだと思うんですよね、一人ではもちろん生きられないし、この一つの家族だけでも生きられない、でやはりそこに何がしかの協力関係がないとですね、村というのは成り立たないという切羽詰まった事情で一つのコミュニティが出てくるもんじゃないかと思いますね、でもぜひこれからもその村づくりを通して、その姿を伝えていただきたいなと思います。We must deny Al-Qaeda a safe haven. We must reverse the Taliban's momentum and deny it the ability to overthrow the government. オバマ大統領は来年7月までにアフガニスタンの治安を回復させるため3万人のアメリカ兵増派を決めました。この増派によって戦闘地域は拡大、アメリカ軍の死者数は過去最悪のペースで増えています。一方、テロ掃討作戦が活発化するにつれ、自爆テロや誤爆による市民の犠牲も相次いでいます。この爆撃で76人の市民が死亡しました。民間人の死者数はこの10年でおよそ1万人に上っています。戦争に対する人々の苛立ちは頂点に達しようとしています。中村さんが帰国する目的の一つが、こうした実情を日本人に伝えることです。今回も全国を回り講演しました。今アフガニスタンで何が起こりつつあるのか、何が起きたのか、アフガニスタンという国はたまたま報道で騒がれては忘れ去られてくるという国でありまして、なかなか日本人には分かりにくい世界の一つです。アメリカ対テロリストのこの戦いだというのは一種のフィクションだということを知っていただきたい。ちょうど橋の上でアメリカ軍が攻撃されまして、7名がこの簡易爆弾で死にました。でその時ですね、踊り出てきた米兵、
いきなり近くで泳いでた子供を乱射いたしまして、この子供5名がそこで即死するという事件があった。でこれがごく普通に起きているアフガニスタンの姿であります。戦で何か解決するというやり方はもう行き詰まっているということはですね、私は口を酸っぱくして述べたいと思います。